クレー軍はアメリカ合衆国アイオワ州にある軍。2005年の推定人口は16,897人で、軍長所在地はスペンサーである。軍名は著名なアメリカの政治家のヘンリー・クレーの息子で、米北戦争の戦闘中に亡くなったヘンリー・クレー・ジュニア大佐にちなんで名付けられた。クレー軍では年に一度、クレー軍フェアが開催される。また、 軍で最初の新聞は1880年に発行を始めたピーターソン・パトリアット紙だった。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1483平方キロメートルである。このうち1473平方キロメートルが陸地で10平方キロメートルが水域であり、総面積の0.63%が水域となっている。 2000年国勢調査時のクレー軍の人口ピラミッド2000年、現在の国勢調査で、この軍は17,372人、7,259世帯、及び4,776家族が暮らしている。人口密度は12平方キロメートルで、5平方キロメートルの平均的な密度に7,828件の住居が建っている。 この軍の人種的構成は白人98.08%アフリカンアメリカン0.17%先住民0.10%アジア系0.82%太平洋諸島系0.03%その他の人種0.25%および根結0.55%で人口の1.13%がヒスパニックまたはラテン系である 7259世帯のうち30.70%は18歳未満の子供と暮らしており、55.60%は夫婦で生活している。6.80%は未婚の女性が接待種であり、34.20%は家族以外の住人と同居している。29.80%は独身の居住者が住んでおり、 13.70%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.35人で、あり、家庭の場合は2.92人である。軍内の住民はーセントが十八歳未満の未成年、十八歳以上十四歳以下がント、二十五歳以上十四歳以下がセント、四十五歳。 以上64歳以下が22.50%及び65歳以上が18.00%にわたっている。中央値年齢は39歳である。女性100人ごとに対して男性は93.30に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は90.90 90に見える。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は35,799ベイドルであり、家族ごとでは42,769ベイドルである。男性の31,163ベイドルに対して女性は21,068ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は19,451ベイドルである。人口の8.20%及び、 家族の6.30%は貧困戦以下である。18歳未満の11.10%及び65歳以上の8.10%は貧困戦以下の生活を送っている。都市軍区、クレー軍は以下の軍区に分けられている。アイオワ州、クレー軍の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年11月29日閲覧。アメリカンファクトファインダー。 United States Census Bureau,http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。